うわー、ちょっと、うわー、俺、もう9割同じ話があるわ。おお、マジで。はぁ、おぉ、やっぱ、中学の時るんだな。そう、ハンノートっていうのがあってさ、その、ハンで回すやつ、なんか、6人一班作って、回しなさいよってノートを、渡されて、そうそう、誰も勝ち込まへんのよ、そんなん。どの班も機能してなかったんやけど、俺、あの、なんか偶然書いたのよ。はいはいはい。したらその子、聞いたことあるな。そうそう、その子が呼んでたから、はい、めちゃくちゃ嬉しくて、俺もう、卒業するまで毎日書いてたんよ、反応と。へぇー。何を書いてたの、そんなにいっぱい。なんかね、俺、なんかもう嘘やん、ほぼ。俺が、なんか、椅子から転げ落ちて、後ろに、なんか、尖ったやつがあって、頭打って痛かったわ、みたいな。ああ、それは、その、杉浦さん的にその子のこうサービスって言い方悪いですけど、その子を楽しませようと思って。そう、その子が呼んでる、その子はでもずっと呼んでくれてたのよ。で、でも俺、その子と喋れへんかったんよ。なんかもう好きになっちゃって意識しすぎちゃって。え、意識せんの喋れないタイプですか？そういうの、意識入っちゃうともう喋れなくなっちゃうのよ、俺って。俺ってそうなんよ。俺ってそうなんよ。まあ知らんけど。知ってるだろ、お前。で、知ってる。で、気持ち悪いな。何の関係性やん。気持ち悪いよ。卒業式。はいはいはい。卒業式の日に、卒業式まで喋ってなかったんよ。で、卒業文集も俺やっぱちょっと面白いこと書いたろうと思って面白いこと書いてたんよ。はいはいはい。そしたらね、その卒業式の日に卒業文集見て笑ってんのよ。はぁ。で、いや、ないよなと思ってたんやけど、したらその子歩いてきてね。うん。反応とも面白いし、卒業文集もずっと面白かったよ、つって。うわ、すげえ。めっちゃいい話。ああ。そうそうそう。ピュアじゃん。ピュア、20pp。おぉ。おぉ、来たな。結構いったな。20pp。俺でも、杉生さんの PIP もう一個してますよ。なんで知ってんの？もう一個してますよ。小学校の時に好きな子がいて、杉江さん朝早く行って、その子の椅子に座ってたっていう。それはな、あの、PIP じゃないから、お前。え？ちょっとやめてくれよ。それは何ピアですか、これ。なんで上がったやつゴツン下げてくんの？それはね、ダーク。ダーク。それ、PIP として紹介してないから、その話。ピュアじゃないですよ。わざとやんない。すみません、ちょっと。わざとやんない。